こんにちは、マハロハウスの大塚です。今回は福岡市中央区舞鶴にやってまいりました。広めの 1L ご案内したいと思います。それではお部屋の方に行ってみましょう。ちょうどですね、雨がですね降ってきたんですよ。あららって感じなんですけども、敷地内に駐車場が2万2000円で確保することができます。機械式ですね。ということで、こちらが駐車場の入り口でございます。お邪魔します。着いた。センサーライトになっております。建物の外観はこちら。2008年に完成した13階建てのマンションでございます。その交差点は長浜という信号交差点になります。もう8月も中盤になりまして、暑い日々が続いておりますが、本当久々ですね。ちょっと涼しく感じます。エントランスはこちら。ここで傘を閉じます。エントランスにはオートロックですね。あと宅配ボックスも完備されております。防犯カメラも完備。あとですね、有料なんですけどバイク置き場もありますので、バイクご利用の方にはすごく嬉しいですね。それではエレベーターで上の階へ向かいます。いやー、都会ですね。こちらの方向、そこの目の前の道路を南の方に向かうと地下鉄空港線赤坂駅でございます。徒歩6分ですね。駅まで6分という好立地でございます。角部屋ですね。行ってみましょう。お邪魔します。広めの玄関なんですけど、ちょっと形が変わってますね。玄関のセキュリティはドアスコープと U 字ロックとシングルロックでございます。結構カクカクしてるんですよね。靴を揃えて目の前にシューズボックスですね。シューズボックスと上にブレーカーがございます。数えてみたいと思います。1,2,3,4 だ。可動式でございます。今回は扉が何枚もありますね。まずはこちらから行ってみましょう。お手洗いですね。温水洗浄便座が設置されております。上部には棚がございます。トイレは普通の四角長方形ですね。こちらの扉を開けると、やっぱりちょっとカクカクしてるんですけども、広々としたリビングでございます。 12.9 畳のリビングとなっております。2面採光で最高です。独立型のキッチンですね。シンクも広め、調理スペースが手のひら。1,2,3 2口のガスコンロが設置されております。ガスの種別は都市ガスです。上部には、あ、こっち開けた。上部収納とスイッチ式の照明なんですけど、電気が切れてますね。こちらにコンセントがあります。
下部収納はこんな感じです。キッチンの後方部分にもしっかりとスペースがございまして、冷蔵庫やレンジギリギリ置ける感じですかね。もう一個扉があるんですよね。こちらがクローゼットですね。ウォークインクローゼットと言っていいと思います。だってこっちの方に行くには歩かないと届かない。ただですね、私の大好きな棒がありません。ここは何と言うんでしょうね、ウォークイン倉庫なっております。今回2面バルコニーなんですね。バルコニーですね。こちらのバルコニーは西向きでございます。洗濯物が干せるようになっております。で、行こうと思えばここをぐーんと行けるということになっておりまして、こちらが北向きのバルコニーでございます。目の前は七つ通りですね。交通量の多い通りでございます。この建物の裏に長浜の漁港がございます。元祖長浜屋ラーメン、ぜひ一度食べてみてはいかがでしょうか。広いよね。広いです。 7.1 畳の洋室でございます。やっぱこれぐらいのゆったり感欲しいですよね。こちらには、ありました。棒がございました。棒付きのクローゼットでございます。こちらにお洋服をかけていただければと思います。やっぱ 7.1 畳あるといいですね。広さがあって、窓もありますんで。北側ですけれども、今日あいにくですね、ちょっと天気が悪めなんですよ。珍しく最近激アツのカンカン照りだったんですけども、今日朝から雨が降っておりまして、まあ、雨の雰囲気も感じることができますんで、まあ、廊下のこちらが廊下だったんですけど、ここにも扉があるんですよね。さて、廊下ですね。はい、これ回れる感じですね。ここでぐる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 回遊できる感じになっております。パウダールームですね。独立洗面台が設置されております。上部には棚と室内の洗濯機置き場が完備されております。やや狭めですね。やや狭めのコンパクトなパウダールームとなっております。暖房乾燥涼風換気のリモコンがございまして、バスルームですね。嬉しい追い焚き機能も完備。サーモスタット推薦が採用されておりまして、浴室乾燥機がついておりますので、棒です。やってなかった。伸びる、伸びます、戻す。設備のご説明をさせていただきます。エアーコンディショナーが1機、コンセントの数いってみます。1、このクローゼットの中にはない。2、ここにあるの嬉しいですよね。給湯のリモコン、テレビモニターホン、5、ここにもあります。6、エアーコンディショナーは持ち込めます。こちらにも設置可能です。8箇所で
ございます。いいですね、本当ゆったり感の 1L といったお部屋でございます。はい、ということで今回は福岡市中央区舞鶴のゆったり 1L 中心部に住もうでございました。気になるお家賃は8万7000円管理費3000円でございます。駐車場も2万2000円で確保することができます。なかなかないんじゃないかと。今回の物件が気になった方は概要欄の方から直接お問い合わせいただければと思います。マハロハウス公式 LINE アカウントもございます。お気軽にお友達申請していただければ嬉しいです。マハロハウスオンラインショップもございます。素敵なグッズ販売中ですので、よかったらチェックしていただければと思います。この動画良ければチャンネル登録と高評価ぜひお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。